認めよう。殺し合うことは避けられない。肉親でさえ、隣人でさえ、競い合う相手なのだと。それが人間の本質だ。動物を絶命させ、資源を食い荒らし、消費するだけの命。しかし、ならば、 彼らの争いには何の意味があったのか。
ホルマスター、あと4人か。分かっていたこととはいえ、実際目の当たりにすると空寒しいものがあるな。セラフの NPC の精度の高さが唯一の救いか。行動は限定されているが、その人工知能は人間に近い。枯れ木も山のにぎわいというがね、彼らがいる限り最後まで不自由はしないだろう。ゼロからモデルを作るよりは、実在したデータをリメイクした方が効率はいい。聖杯が効率を最優先するのなら、 NPC の多くは実在した人間の人生を参考にし作成したはずだ。ただそれも2種類に分けられる。例えば購買部にいる彼女は他の NPC より出来がいい。マスターの助けとなる役割の者たちは聖杯戦争の度に使い回される。以前の聖杯戦争でも彼女はあの役割だったはずだ。前回のキャッシュは消すにせよ、その基本人格は変わらない。逆に生徒として振り当てられている NPC は毎回中身が違っている。元にした人間のデータも老若男女様々だろう。こちらは上っ面だけをコピー、リライトした仮想生命だ。魔術師たちの聖杯戦争に花を添えるだけの立ち位置に過ぎ、聖杯戦争を円滑に進めるための役職には高いリソースを使い、人間以上の機能と知性を与え、レギュラーとして使う。一方早くには毎回違う思考の NPC を入れることで聖杯戦争に変化を与え、揺らぎを作っている。そして私たちが全ていなくなった時、彼らはムーンセルのデータから削除される。揺らぎがパターン化しては意味がないからな。廊下に立っている NPC たちにとってもこの聖杯戦争は一度きりというわけだ。おや、同じ NPC を使い回せば費用もかからないし効率もいいと言いたげだな、マスター。それは安定を望む者の思考だよ。ムンセルは効率のための効率は求めていない。以前とは違う、より新しい試み、それを実現させるために効率を求めている。 NPC を毎回消去しているのもそのためだ。この戦い自体がムンセルにとっては観測対象なのだろう。聖杯という宝を魔術師に与えるのだから、それぐらいの見返りは欲しいというところか。NPC たちは聖杯戦争のため人間に近い人工知能を与えられ、聖杯戦争が終わればその仮想生命は露と消える。ムーンセルに人格はない。ただ記録容量の確保のため成果を出した NPC を整理するだけだ。この聖杯戦争に悪意はない。ただ参加した魔術師たちのそれぞれの願いがあるだけだ。だがムーンセルも万全ではなかったと見える。いや、万全であるがゆえに予想外のケースを生み出した。言うまでもなく君のことだ。
実在した人間を完全に再現した結果、そこに生きる意志が生まれた。その体は他の NPC たちとは違う。私のような過去の亡霊とも違う。今を生きる、ただ一つの命として立っている。いろいろと悩んでいるようだが、私から言わせればそんなものは杞憂だよ。発端が何であれ、生きているだけで勝ち組だ。覚えておきたまえ。英霊はその時代を生きる者に力を貸す。確かな過去がない、結構それも気が楽だ。同盟に未来を刻んでいけばいいさ。さて、となるととりあえずは聖杯だな。猿の手のようなものだが、あればあるで重宝する。手に入れておいて損はあるまい。やってくれたな。
そうだな。